夢はちょっとビッグに、ビッグにもう絶対一番の歌手になりたいです、はい、目標は歌手です。高橋みなみ21歳。14歳で AKB48 のメンバーとなって以来、たゆまぬ努力を自分に課してきた。そして一歩一歩夢との距離を縮めてきた。これはソロ歌手を夢見て秋葉原でアイドルになった少女がグループのために奔走し、時に損をするくらい人のために力を尽くし、遠回りしながらも諦めずに夢をつかんだ6年8ヶ月18日間の努力の軌跡である。2011年、20セカンドシングル選抜総選挙で一つの名言が生まれた。努力は必ず報われると、私高橋みなみはこの人生をもって証明します。言い古された言葉かもしれないけれど、迷いなく努力する彼女だからこそ言霊を発し得た。ある方は努力は報われないと言いました。そうかもしれないです。全部は報われないかもしれない、運も必要かもしれない、でも努力しなきゃ始まりません。私にとって努力は無限大の可能性です。なのでここでもう一度言わせてください。去年と同じ言葉になりますが、ちゃんと発音よく言いますね。努力は必ず報われると私は人生をもって証明します。皆さん本当にありがとうございました。努力は必ず報われるですか。自分自身に対しての戒めと、頑張れない人に向けて。人ってやっぱ慣れるとやらなくてもできるようになっちゃうじゃないですか。だからダンスが典型的なんですけど、昔は死に物狂いで変な話1曲覚えるのに3日ぐらい徹夜してたりとかしてるんですよね。それでも全然うまく踊れないんですよ。それがどうにか振りが入る日、今2時間やればできちゃうんですよね。全然で2時間で満足してる自分に違うでの戒めです。夢見る少女のスタートには当たり前のつまずきがあった。私たち何をしても、何度やってもですね、やっぱり緊張して声が出なくなります。慣れるのもあれかなと思うんですけど、ちょっとは慣れたいなと思ってます。歌手を夢見るだけだった少女が今立つ自分の場所の意味を彼女なりに模索し始めたのは、コレオグラファー夏真由美から受けた影響が大きい。秋元総合プロデューサーが父であるならば、夏真由美は母であった。自分の夢に向かって一人一人が一生懸命頑張って、お互いに別々かもしれないけど夢に向かって頑張れば、おのずと一丸となるもんなんだ。私はいつかはソロでデビューしてやる、夢バラバラでいいじゃん。なんで頑張んないやつがここにいるの。頑張んないだったらやめなさい本当に。頑張ってるから選ばれるんだって、頑張ってるから光るんだって、光るからまた人は選ぶんだって、そんな簡単な世界なんだってば。自分の夢を確実に持って、ちゃんと信じてる夢を持って、自分をしっかり持っときな。必ず人は見てる。15歳の涙は大人への帯同だった。やっぱり夏先生 の、 そのソウル的なものっていうか、あの人って怖いんですよ。怒ったらもちろんめちゃめちゃ怖いんですけど、でも愛がある、こうなんだよって言ってくれる人は多分一番大事な人なんだと思います。この劇場がオープンして1周年ということで、その気持ちをメンバーから一言ずつ聞きたいと思います。高見ながらお願いします。
信がいつかは必ず次の一歩へつながるという実感、ひたむきにその実感を信じた彼女はこの公演で披露したユニットを AKB48 初の派生ユニットとして育てるチャンスをつかんだ。そして誕生したのがこのノースリーブス。それぞれ個性の違う3人での活動は夢の実現へ向けた一歩となった。で、AKB として派生ユニットでノースリーブス初めてなんですけど、それもめちゃめちゃ面白かったです。で、最初にゃんにゃんともそんな距離近くなかったし、これうまくいかないだろうとか思ってたらうまくいった。みんな仲良し、面白い。どうなるか本当にわからないところに行ってみるこのスリルも楽しみたいんですよね。次に歩みを進めるチャンスはおよそ2年後にやってきた。チーム A シックスス公演で初めてのソロ曲愛しさのアクセルを披露することとなったのだ。一人は初めてなので緊張しますが、これでいろいろ頑張って勉強したいと思います。誰かのためにプロジェクトを通じて過ごしたファンとの時間は高橋の夢への歩みをより確かにする経験となった。誰かのためにプロジェクトっていうのをやってて、被災地支援っていう意味で月に1回とか5人とかで行かせてもらって、でもトラックのステージで歌ってやっていく中で、これは行かない方がいいんじゃないかって思ってたんですよ最初は。いやー、できることなくないかってこの状況でってのがあったけど、でもみんなは笑顔でありがとうって、 AKB が頑張ってるなら頑張るからっていうふうに言ってくれたりとか、そういう生の声を聞いた時にやれることはあるなっていう実感につながったというか。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。誰かのための自分でありたい。高橋は歌手として成したかったことの意味を触れるファンのぬくもりに感じたのだった。今日ここで2回目の大きな決断をさせてください。私、前田敦子は AKB48 を卒業します。前田敦子の卒業宣言。一歩先を行く盟友の背中に高橋は何を思ったのか。多分敦子は敦子なりのセンターとしての葛藤とソロの仕事との葛藤があったんだろうと思うし、私は私で、なんだろう、不思議と焦りはなかったですね、ただやっぱり一緒にやってきているからずっとその離れていく寂しさみたいなのは感じてたし、ドームの後ってなんだろうっていう、一度着地するとねどこに飛ぶんだろうっていう感じはしました。そっちのモヤモヤの方が大きかったかな、その時は。
地に立って見渡せば、共に歩んだ仲間と自分たちの夢を信じて見守り続けてくれた多くの人々がいた。その時は突然訪れた。ですけど本当にね、全然耳に入らなくてもあまりにテンパりすぎて、あったかい歓声と敦子にこうやってられた時に全てを確認したって。だと南高橋にっていう、ってだろうな、ここでもし言われたらっていうのがあって、でも心のどっかでまだまだまだかなみたいな、でもここで発表されたらめっちゃ嬉しいだろうなみたいなのもあって、だからもう一回あの VTR 見たいですよね。ちゃんと見えてない、ちゃんと自分のために皆さんが覚えてくださって、で今まで関わってきてくれた方も応援してくださってて、自分のファンも何より喜んでくれてて、でメンバーも喜んでくれてたっていうのが、私にとっては本当にやってきてことが正解だったなって思った瞬間ではありましたけど、そうだな。プロデビューを発表されたってことで、プロデュートグループみんなからおめでとう言いましょうか。2013年1月9日、都内音楽スタジオに一人マイクに向かう高橋の姿があった。もはや何なのか本当に最初分からなくて、でファンの人にも、高見は絶対ジャネドーって呼んだよねって言われて、いや私、そんなことないです、すぐジャネドーって分かりましたとか言ってたんですけど。なんか私っぽいというか、私のことっぽいなっていうのもあるんですよ。なんか私やっぱ結構違うから、 AB 型だし、なんか二面性っていうか、茶目っ気があってわーってやってる自分もいるし、家帰って無な自分もいるし、そしたら無な自分見られたら多分みんな引くと思いますもん。テレビもつけない、 L 字のソファーで暖房を浴びながらぼーっと3時間ぐらい毎日毎日ぼーっとして、なんかいろいろ考えて寝るっていうのが習慣ですね。自分の知らない自分みたいなのもやっぱりいたりするから、なんか聞けば聞くほど、歌詞を読めば読むほど、これ自分だなっていう感じはすごいしてますね。やっぱり今いない人になりたいです。今この世界にいない人になりたい。だからこそソロとして頑張らなきゃいけない、新しい自分を見つけに行かなきゃいけないなってすごく思います。その一人でやったことないから、それがめっちゃ楽しい。 何だろうなみたいな、何ができるのかなみたいな。でもまあひとまず AKB の時に夢だった武道館やりたいなこっから私はやっとスタートに立ったんですけど、やっぱり頑張れば夢は叶うと思います。私は6年と8ヶ月と18日かかりましたけど、やっとこれでスタートラインなんで、みんなも夢を掲げましょう。私はもっと掲げたいと思います。本当にありがとうございました。頑張りましょう。明日もお疲れ様です。人の成功を自分のことのように喜び、その失敗を自分のこと以上に悲しむことができる人間、高橋みなみ。 AKB48 にいてくれてありがとう。
みんなを支えてくれてありがとう。さあ、これからは君の番だ。